共通部首、同じ部首をつけて別の漢字を作る脳トレが全部で4問です。では始めましょう。第1問、次の漢字に共通してつく部首は何でしょう。正解は人弁でした。第2問、共通してつく部首は何ですか。正解は国構えでした。第3問、共通してつく部首は何でしょう。正解は船編でした。第4問、共通してつく部首は何。正解は、たでした。